はい、バイナリーオプションスペシャリストの半間岩尾先生です。FX の投資をやっておりますけれども、その報告いたします。こちらなんですけれども、ライブ投資ですね。まだ試験投資なんで、最小ロットで、9個の通貨国で投資しております。今プラス15円ですね。1000円勝つか2000円勝つかというバイナリーオプション形式の投資方法を実施しております。こちらはデモのですね、同じ、FX の投資です。このインジケーターは半間岩尾先生が開発したインジケーターで、他で利用することはできません。公開しているリンク先から入手はできます。で、こちらの方で先に投資してみまして、マイナス1000円以上になった時に左の方、向こうなんですけど、投資を始めたというわけですね。同じ、ですけども、死んだのはちょっとは変わりますけれども、マイナスが大きい時に、ライブに同じように投資することによって、ノルマが少しね、良くなってくるということですね。で、こちらは1000円ぐらいマイナスになったんで、こちらの方を投資しました。今、マイナス133円ぐらいですね。これで1000円稼いだら自動決算されます、全部がね。で、それから、2000円、全体が負けたら自動決算されます。で、これでね、今にプラス28円ですね。ライブ、こちらはライブ講座ですね。で、この繰り返しでね、自動計算される、EA もついておりましてね、この繰り返しで投資するわけですけども、初めにデモで投資しといて、リスクを見て、それでこちらの方を投資するという感じですね。さあ、どうなるでしょうかという感じなんですけども、またマイナスになってるんで、赤表示はマイナスなんですよね。NT なんで、また戻ってきてるんで、まあ、どうか分かりませんけれどね。状況を見てね。スプレッド差は300円か400円ぐらいになりますから、プラスにはなってますね。慣れてきましたら、1万円稼げるか、2万円負けるかのね、投資方法。それでもうちょっと慣れてきたら、10万円投資、10万円か稼ぐか、20万ね、負けるかですね。もうちょっと慣れてきたら、1000万ね、負けるか、2000万負けるかの投資ですね。そんな感じになりますよね。FX の投資なんで、相当額はね、多く無制限に投資ができます。1億円と、1億円勝つか2億円負けるかという感じの投資方法は可能ですね。今プラス125円ですね。このようにね、同時でこのインジケーター通りに、まあ良い状況でね、インジケーターのシグナルから全体を同時に投資するというわけですね。そうしますと平均値が取れるんで、勝ったり負けたりするね、調整がね、ちゃんと取れるということですね。今プラス200円ぐらいって言ってますよね。で、最大利益は今いくつだろう、276円ですね。
まあこんな具合にして投資ってね、稼いでいけばいいんじゃないかというようなことで、一応デモ口座が大事なんですね。こっちのデモ口座でマイナスになってる時ですね。今こっちのマイナスが1104円ですからね、最大で1178円ですから、まあちょうどこれを見てマイナスで時にこちらで投資したということで、コンディションを合わせてね、ノルマを減らすわけですね、こちらのライブの時はですね。そういう投資方法で今のところ考えております、戦略方法をね。浜岩先生のこのインジケーターの、FX 投資の一番いい方法ですね。一応9カ国ぐらいがちょうどいいんじゃないかなということで思ってやっておりましてね。まあこちらライブ投資なんでね、だいぶライブ投資の試験に入れるようになりました。先週はこれ1本買ってんですね、1000円ね、初めてライブ投資始めましたね。さあどうなんでしょうかね。今150円ぐらいですね、プラス買っていけばいいんじゃないか、1000円まで達成すればいいんじゃないかなとは思うんですけどね。まあいい出だしですね。あと録画30秒ぐらいなんで、真ん中は今休めてますね。こちらデモですよね。このワンクイックっていうのは投資しやすいですね。で表示をね、下に下ろしました、重なっちゃうんで ね、そんなことでちょっと改善しております。これバージョンアップでね、まだリンク先にはまだ利用できません。今後のバージョンアップで